皆さんこんばんは。ご紹介いただきました、自民党で今政調会長を務めております茂木敏充です。年末も押し迫ってまいりました。そして今日は金曜日ということで、本当にご通行中の皆さん、お勤め1週間、ご苦労様でございました。今日は、臨時国会が最終日、今日で閉会ということでありまして、この糸島屋前で、自由民主党街頭から国民の皆さんに直接訴えかけをさせていただいております。そして今日は我が党の影の内閣、シャドーキャビネットのそれぞれの大臣が文部科学、そしてまた農林水産、さらには経済産業、それぞれの政策について今政府の案にどんな問題点があるのか、そして自民党だったらこうして、こういったことを訴えかけをさせていただきました。私も今影の内閣シャドーキャビネットで官房長官を務めております。そして私の後にいよいよ自由民主党総裁谷垣貞一総裁から皆さんに直接訴えかけをさせていただく、こういう予定であります。皆さんもニュース等で、すでにご覧いただいたかと思いますが、今日参議院におきましては市川防衛大臣、そして山岡消費者担当大臣、この問責決議案が可決をいたしました。市川大臣、そしてまた山岡大臣のこの言動、これまでの言動を考えれば問責の可決は当然なことだと私も思っております。おそらく皆さんもそのようにお感じになってらっしゃるんじゃないかなと思います。市川大臣、就任早々防衛大臣なのに安全保障のことは素人だ、こんなことを抜け抜けという大臣であります。そしてまた先日ブータンの国王陛下が日本にお越しになった、大変親日的な国であります。そして被災地まで直接行っていただいた、そのブータン国王をお招きしての宮中での晩餐会、これを市川大臣サボって自分の仲間の民主党の議員の資金集めのパーティーに行って、こっちのパーティーの方が大切なんだ、まるで国務大臣としての自覚も責任もありません。そして何より先日は1995年の沖縄で起きました本当に悲惨だった少女の暴行事件、これをきっかけに普天間は危ない、この移設を急がなきゃならない、こういう大きなうねりが起こったわけでありますが、この95年の原点である少女暴行事件について詳細は知らない、こんな市川大臣では日本の安全保障も、そして普天間の移設もできるわけがない、こんな思いで我々は問責を可決をしたわけであります。そして山岡大臣につきましても、消費者担当大臣でありながら今消費者から見て一番問題になっているマルチの業界、マルチ商法の業界と深い関係にあり、そのプロモーションビデオにまで登場する、こんな人が本当に消費者担当大臣で消費者の利益が守れるんでしょうか。さらにはご自身の選挙違反の事案、そしてまた政治資金の事案、こういった事案を抱えていながら警察のトップである国家公安委員長、こういう職にあります。まさに山岡大臣も大臣として不適格だ、こんな思いで我々問責を可決をさせていただきました。野田政権誕生して3ヶ月が経つわけでありますが、ご本人野田さんは安全運転、こんなことを言ってますが、明らかに安全運転ではなくて、まだ仮免許の状態が3ヶ月経っても続いている、これが今の現状でありまして、そして今日問責が可決されたのもその証明だ、そんなふうに考えております。問責が可決をされました、任命責任者としての野田さんが2人の大臣をしっかりすぐに首を切ればいいんです、罷免をすればいいんです。それが野田さんはまだ当分大臣を続けてもらう、党内融和のことだけを考えて、ああいった問題の大臣をこのまま残す、そしておそらく来年ぐらいになって、いや内閣改造します、その時に変わる、そういった補足の手段を使うとしたら、まさに野田さんの総理の任命責任者としての責任が問われる、そしてリーダーシップがないことの表れだ、こんなふうに我々は感じております。この国会、我々も谷垣総裁を先頭に復興には全面的に協力をしていくんだ、
こんな思いで35歳も我々から言わせるとあまりにも遅すぎた、夏の段階でやるべきだった、こういう思いはありますが、協力をしてこの国会で35歳予算成立をさせました。それから二重ローンの問題、被災地でのいろんな企業のこの二重ローンの問題についても政府の腰が重い、こんなことから我々自民党が議員立法でこの二重ローン問題を解決する法案もこの国会で成立をさせました。さらには復興庁の設置、これも我々が働きかけて基本法の中に盛り込んだ。そして政府から出てきた案についても復興庁の権限が弱すぎる、こういったことで修正を迫りまして、修正したものをきちんと成立をさせました。しかしその一方で復興に関わらないさまざまな法案、今菅組織運動本部長の方からもありました公務員の給与もしっかり下げましょうよ、こういった法案も成立しておりません。なんとこの国会で出された政府の法案成立率は 34.2%、 34.2%、 平成に入ってから最も低い成立率であります。まさに野田内閣の政権運営のなさ、これが法案の成立率にも出ているんではないかな、そんなふうに私は感じております。皆さんいかがでしょうか。2年3ヶ月前政権交代が起こりました。あの選挙の時に政権交代が起これば世の中が良くなる、景気も良くなる、こんなことが言われました。いかがですか。この2年間で景気は良くなったでしょうか。デフレは解消されたでしょうか。老後の不安は払拭されたでしょうか。全くそうなってない、そのように皆さんお感じになってらっしゃるんじゃないかなと思います。民主党が掲げたマニフェスト、子ども手当26,000円配られていません。お年寄りの皆さんに対する最低保障年金70,000円配られていません。高速料金タダにするやられていません。約束したことを何にもやっていないのが今の民主党政権だ、こんなふうに我々は感じております。そしてその一方で2年前は全く口にしなかった TPP、 どんな内容を言われるのかわからないのに前のめりに突っ込もうとしている。そして無駄の削減で10兆でも20兆でもお金が出る、こんなふうに豪語してたのが結局事業承継もやっても出てこない、そして4年間増税の必要はない言ってたのが今まさに野田政権の一丁目一番地の政策が消費税の増税になっている、これが一番問題なんです。我々やはり民主党がこれだけ約束を抱えている以上、来年は国民の皆さんにまず信を問う、きちんと信を取って新しい体制でこの国の再生を進めていきたい、こんなふうに考えております。我々も谷垣総裁を中心にしてこの国を真っ当な国にしていきたい、もっと物事がきちんと進められる、そして決められる国に持っていきたい、このために頑張ってまいりたい、そう思っている次第であります。お集まりの皆さんの、そして全国の皆さんの大きなご支援、ご指導、心からお願いを申し上げまして、私政調会長茂木敏充の街頭からのお訴えかけとさせていただきます。ありがとうございます。